Merci. Thank you.
Das verbunden die Verbindung wieder.
시작하는데가 조금씩.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
小小分队的各分队的Thank you.
Чека, дихнуть, да, дихнуть, да.
納得いかない、私今の若い納得いかない。お前とシングルをやりたいけど先にお前だよ。てめえよくもやってくれたな。今私大事な時期なんだよ。お前のせいで負けたんだよ。お前は言うな、後だ、お前は後だ。もうちょうどやっぱね、無理だろ。ポールダンスとか一緒にやってるけど無理、試合は無理、組むのは無理。やめ、うるせえ。やめ、試合やめ、試合、次、次、次、来週試合しましょう、タッグで。お前とは組みたくない、もう本当に嫌だ。何ちょっとさ、1回か2回さ、誤爆があっただけでさ、なんか1回と2回が食えんだよ。なんか、じゃあそういうさ、1回2回くらいですぐ結局プンプン丸になるとか、ちょっとさ、あれなんじゃないの、あの、怒りの訓練低いんじゃないの、ちょっと。あの、あれですよ、いや、いいよいいよ、どんな白ちゃん納得いかないんだったら、僕に行こう。私はね、何回も狂気で誤爆しようが、何回も貧乳と罵られようが、とても仲のいいね、大畑美咲っていう超いいパートナーいるの。私、大畑さんと組んで来週やる、お前は。ああ、そっちがそういう風に来るんだったら、私だっていますよ、超いいパートナー。大畑由美っていう超いいパートナーがね。いいじゃないですか。バランス的にもちょうどいいんじゃないですか。じゃあ、それで行きましょう、来週で。いいですね、いいですね。ガン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 、いねえのかよ。この大事な話をガンガンいねえのかよ。もう勝手に決める、決定。はい、受け入れとけよ、お前。この名前を覚えとけ、そうだよ。先にマイク置けよ、この野
シャッター5分経過、5分経過、5分経過。下がってください、お下がりください。Yeah!
10分、10分経過、10分経過、残り時間5分、10 minutes past, 5 minutes remaining. Thank you.
二神社長、野中さん、お願いいたします。はい、というわけで、飯尾さんコーナーを務めさせていただきます。今は見習い中の野中美人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ガミです。うそ、ちょっといいですか、はい、私ずっとニコ生を見てたんです、はい、でニコ生で、ウェーブが暗いというやからがおりまして、まあ、多分見に来たことないやつですね。そういうことですね。今日の観客動員が50人ぐらいじゃねって、おなるほど、と答えているバカがいました。でちなみに、その話は盛り上がってまして、はい、旗揚げ2戦目は50人ぐらいじゃなかったみたいな、はあはあはあ、55人じゃ公言、はい、間違えんな、50人と55人全然ちゃうわ。はいはい、ちょっと今まで私メモしてますメモしてますからね、メモしてますからね、メモしてますから、はい、はい、どうぞ。じゃあ本日の入場者数いきましょう、はい、行きましょう、はい、本日の入場者数は視聴者数でいいですかね。いいじゃないですか。平日です。はい。ニコ生です。はい。有料もあり、有料です今。はい。今現在有料です。有料中。はい。2試合目まではタダでした。そうですね。2試合目までタダでした。はい、2試合目までタダでしたが、2試合目までは500人台でした。ほう。こっから先減るんじゃね？うんうん。って書いてたやつらがいます。ただいまの視聴者数、はい、1185人です。85人、まあその人たちが今ここに来てたらね、えらいこっちですよ、えらいこっちゃよ、えらいこっちゃですけど、はい、いやぜひね、会場の方にも遊びに来ていただきたいと思いますので、はい、あの全然50人じゃありませんし、ウェーブのお客さん、めちゃめちゃ明るいですからね、はい、はい、ね、みんな、皆さん、つらいと言われてるからね、あまり触らないようにね、あまり触らないようにね、わかった、わかった、わかった。あと、ミオっていうとき、イオに聞こえるから。そこちょっと問題。今ちょっと、そこデリケートな問題が、いろいろあるんで。ミオはミオってはっきり言ってください。わかりましたね。正解です。はい。はい。はい、というわけで、グッズのご紹介をさせていただきたいと思います。新作 DVD、レイド7周年大会、そして7周年パーティー、そしてキャプテンウェイド2014ヤングブラック、そしてレイデラスセカンドウェイ、こちらが5000円の販売となっております。そして波音の決定リーグ戦キャッチ・ザ・ウェーブ前編と後編各4000円の販売となっております。 DVD はですね、各会場での限定価格となっておりますので、はい、ぜひですね、この機会にお買い求めください。はい、はい、そして二神社長も来ておりますレイブパーカー、あ、ウェーブ、あ、オラブ、オラブ的な、はい、これ雪だるま仕様じゃないですよ。あ、そう、オラブ、雪だるまのコスプレじゃないですすいません、オラフ的なね、はい、こちらが5000円となっております。黒の色の展開もございますね、はい、はい、そして大川由美選手のスカルパーカーも販売となっております、はい、そしてウェーブの各選手のポートレート、こちらの方も販売となっております。そしてツーショット撮影もね、はい、ありますので、そして、はい、メラニークルーズ T シャツ、はい、そしてマリアパッチ T シャツもありますので、ちょっとしゃべらずですねぜひですね、はい、あの各いろいろありますので、皆様ぜひ売店の方にお立ち寄りください。よろしくお願いいたします。はい、以上です。以上ですか。はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一つ、私選手、あの、ごめん、ちょっとまた、あと二つぐらいあるの、はい、ちょっと待って、夏先輩、夏すみれさん、はい、夏すみれさん、はい、気持ち悪い夏すみれ、ですね、無事手術が成功いたしまして、まあそのうち、ひょっこりと変わらわすような、元気です。あ、よかったですね。本気で松葉杖を忘れて歩いてます。ほんまに、ほんまに、あ、忘れた、ちょっと見てた、そんなにです今、若干ちょっと
部屋が腰にグレーだったなんかね、つぶやいてましたね、はい、いい、なんか快適に過ごしてみたいですね。じゃあ、もしかしたら会えるかもしれない。本当は昨日、はい、先週言うはずやったのが忘れました。はい、あとあの先週、19日が6人タッグのワンデートーナメントと言ってたんですが、はいはい、私すっかり日にちを間違えてまして、すまんすまんすまん、大人の事情で、11月の26日に変更となりました。翌週ですね、はい、そうですね、はい、まだカード発表してないので、これはあの発表してからのカード変更ではないです。はい、私の日にちの勘違いです。勘違い。なので、次週志田さんと大岡さん、はい、そしてと美代さんと大畑さん、はい、金融の中にボイミ出しとる、はい、はい、こんな感じでいきましょう。はい、すごい怒ってる、怒ってますよ、ね、いや分かってないから。大岡さんはエンジェルの A です。え、何でもないです何でもないです。分かるしかけ分かる。はい、何だっけ、もう一つ、何だっけ、どれ、ああの、はい、ファンクラブのシークレットイベントがありまして、はい、これは残念ながらファンクラブの人にしか参加ができないんですが、はい、本日ファンクラブに入っていただくと、はい、なんと入会金が2000円おまけになると。え、はい、めっちゃお得。あ、多分ね、うちファンクラブ入った方が得やで。そうですよね、うん、500円金券とか来るし、はい、で、選手のグラフを見ていただくと、かゆちゃんが満面の笑みでマグロを持ってるみたいな。見ましたよ。それを、ふわふわ番長の大岡さんに見てください。で、紹介していただくと、その案内が届くので、はい、ね、あの、シークレットイベント。何 ?15 日。はい。15日。そしたら見たら50日。逆ですよね。はい、15日。はい。15日に、ぜひ、イベントがあります。はい。ということです。はい。はい、あと、あ、どうぞ。はい、どうぞ。はい、急遽平野咲楽選手が試合になるんだ。はい、試合になるんで早くしないと、あの、本当に今日もうすごい17、もうね、25分押しなんですね。はい、はい、すいません、あの、試合の流れ会場に来てしまいました。宣伝のためです。ありがとうございます。11月の22日土曜日18時半から自主興行、一妻興行をやらせていただきます。全カードが発表になりましたので、こちらでお知らせさせていただきます。第1試合、ド S 女水ダッシュ千佐子 VS 白井美桜 VS 中島有田。第2試合、レジェンドオブメヒコさよならマスクドアゴーレオンレイ対マスクドアゴーミルサクラカス。こちらのマスクドアゴーとミルサクラカスはこの日のためにメキシコから来日いたします。でマスクドアゴーはあの、まあ、くしくもですね、偶然ですけれども中川智香さんの引退とともにあの永遠にメキシコに帰るということで、マスクドアゴーさんも最後の試合になります。第3試合、あなたの夢叶えますスペシャル、カオル VSX ダブルメインイベント、すごい2人を贅沢に使ったらこうなった、浜田彩子山形優 VSXX ダブルメインイベント、潔いシングルマッチ、里村芽衣子対旧姓広田さくらとなっております。となっております。まあ、あの各試合の見どころはですね、特に全てを語りません。まあ、見に来ていただければ大丈夫かなと思います。最後にですね、あの推しのところ申し訳ないんですけれども、あのせっかく作ったあの試合用の CMVTR がありますので、嘘だっけんなこれは旧姓広田さくら自主興行の CM です。2013年4月29日一人のプロレスラーが結婚披露宴興行を行った。たくさんの方が祝福してくれた。あの女が神さんはじめ、あのザブ
ていただいて、いただけるからの講義ができますので、本当に感謝、感謝でございます。それでは、今もチケットを売っておりますので、お席少なくなり始めていますので、よろしくお願いいたします。また来週もあるんですよね。もし試合なくても、私またこちら宣伝をよろしく。それでは、ニコ生の皆さん、よろしくお願いしますね。ありがとうございました。キセキロタ、さくら選手でした。はい、本気で押してます。帰りましょう。はい、ということで、以上、イボメシャのコーナーでした。後半戦の引き続きお楽しみください。ありがとうございました。
張ってください。お下がりください。タイロールシングル5人だけ2人目は
け。3人目は
じゃあ3分とか5分とか残り時間5分中川様か、インサイロード、シングル5人掛け、4人目は
あと5分経過、5分経過、残り時間5分さあ、高さん、お便りください。下がってください、お下がりください。30秒、30秒、30秒。
最後の対戦相手は、
試合間5分というか、5分というか、残り時間5分
ただいまの試合9分58秒勝者大畑美咲中川智香選手に激励賞としましてアンドリューのエッグタルト東京様よりエッグタルトの贈呈です。そして花束の贈呈です。お疲れ様でございました。ご苦労様でした。めっちゃしんどいやろ。私も体験したから分かる。めっちゃしんどい。しかもあのラスト1分からのあれはないと思う。こいつは本気の悪魔よ。ご苦労様でした。これで心置きなく引退をしてください。もう、あ、まだあった、まだあった、まだあった。半年もないわ。感じがありますね。じゃあ、あとウェーブでは中川さん、あと残り3回、はい、ざっくりとですがカードを決めてまいりました。次週19日、今日決着がつかなかった唯一の相手、山形さん、もう1回お願いします。最後じゃないですよ。誰が最後来たの。いやで、あやこさん、もう1回組んでもらっていいですか。はい。で、この2人の、アマンドのもう美しい思い出だけでやめとけ。この2人のね、出会った場所の高道の子呼んでみました。鼻向けですよ。坂道の区中川智香に対ラスアベントです。まあ、下が日本語やめてもらっていいですか。タックね、よろしくね。一応言っとくけど、あんたらタックチャンピオンだからね。分かった。男子という家でも負けないでくださいね。そこは後で個人的な話じゃん。で、26日ワンデーと誰がうるさいの？ワンデートーナメント、スーパーミドルガメ、中川さん、かなさん、かほちゃんの、ミドルガメでお願いします。はい、あとで LINE を送っとくんで、はい、あと12月の3日、中川さんの対戦相手は、パートナーは決まってません。対戦相手は、あなたが本当に気にかけてやまない。ブリバト4色ました。はい、はい、いいですか、そんな感じで。で、12月4日、4日じゃない、3日、中川さんは出ませんが、中川だらけのバトルロイヤルをやらせていただこうと思います。いいですね。コスチュームを、はい、あるだけ持ってきてください。入り人だけでやります。はい、そんな感じですかね。あと、もう一つ来週のカード、来週メラニがラストジャパンなんです。はい、メラニさん20日に帰るんで、19日が、メラニラストマッチになります。ちょっといろいろ悩んだんですけれども、メラニの多分一番日本で過ごした時間が長かった人、長浜ひろいちゃん死ぬ気で頑張りなさい。今日戦った飯田の倍はあります。いいですか。はい、死ぬ気で頑張ってね。大丈夫。ダメでしょ。ダメですよ。私も次に動かれなかったの。大丈夫、はい、もうプロレスやりたくないでしょ。もういいですよね。もうこれをやるとみんな引退して帰ってこないんです。だからそのためにやるんです私。お前らもインターネットやるからな。お前らインターネットやるから覚えとけよ。はい、じゃあ中川さん最後締めていただいていいですか。
いいですよ、座ったままでもいいですね、座ったままで。全力で戦い切りました。中川智子選手に